こんにちは、あるいはこんばんは、ユアンド院長です。はい、今日はですね、初めて来た患者さんから抱いていた疑問っていうか質問があって、あ、これはみんなどう思うんだろうなと思って、それを動画で、解説というかにしたいなと思いました。ですね、女性の患者さんなんですけど、こうなんかネットとかでいろいろ調べた結果、それには流されなかったんだけどね、女性の施術者の方が力がないから、一生懸命施術してくれる、つまり女性の方がだからいいんだよっていうような内容があったってあるんですけど、実際どうなんですかって聞かれたんですよ。なるほどねと、はい、これは健全でいい疑問ですよね。はい、で、その時の僕の考えを伝えたんだけど、とりあえずユアンドで施術者として施術をするなら、女性だともう力的にほぼ不可能かなっていう、はい、それは、その記事にもあったんでしょうけど、やっぱり力が足りないんですよ。で、力っていうのはそんなに普通の施術じゃ使わないんですけど、その骨を動かしたりとかそういう意味では筋力も使うし体力も使うんですね。なので、そういう意味でユアンドだと女性の施術者は募集してないと、はい、で海外だとエステティシャンも男性が多いそうなんですよ。そういうことなんですよ。それはやっぱり力が足りないから、だからといって女性が下手くそってことだとは決めつけないでいいと思うんですけど、いろんな施術者がいろいろ研究してもやってると思うんで、施術の内容的に合う合わないっていうのは絶対出ちゃうと思うんでね。なんか痛いとこを取るとかそういうのにそんなパワーは必要ないので、はい、なので女性でも十分活躍できるとは思います。ただ僕がこの前アンクさん、歌い手のアンクさんと手の写真を撮って、俺の手がめちゃくちゃでかいと、俺ね手でかいんですよ。もう昔から身長が185センチになる予定だった172センチなんですけど、なんかね手がねほんと大きくて、で大きいと何がこう利点があるんだけど、結局幅も広くなるんですよね。でそうすると同じ圧力をかけたとしても点押しにならない、分散してくれるんですよ、ピンポイントじゃなくなるのに。だからそういう意味ではこうほぐしたとしても面積が広い分だけ、揉みほぐしの時に揉み返ししづらくなるんだよね。これはね、スタッフも手の使い方に関しては、もう手が薄い人もいれば細い人もいるわけ。なんで、それをどうやってこう広く当てるか。こう、鍼灸師の針とか、それこそツボ押しみたいな。はい。そういうのって、ちっちゃい方が効くんじゃないかと思うと思うんだけど、それってそもそも針で狙うようなサイズなんですよ。で、その、点を覆ってしまっても同じ効果はそんなに変わらないわけ。だから広く当てた方が揉み返しのリスクっていうのははるかに下がる。なのでそういう意味でも、仮に力を全力で使うとしても、体重を全力でかけるとしても広い方が有利なんですよね。そうなんですよ。なので俺はどっちがって言えばそんな感じ。ただこの俺もね、この仕事してからだけど、なんか整体院も行ったことあるし、オイルマッサージ、アロマセラピーみたいなのも受けたことももちろんあるんだけど、このガタイで行くと男性の施術者が当てられるわけですよね、そりゃ。はい。で、そうするとちょっと頭の悪い施術者だと本当力任せにやらないとこの体には効かせられないって思っちゃうんだよね。で、それで全力でやられて、全力で揉み返したり痛めたりする。はい、そこ潰れましたけどね、ミスタブシャンとこ。そういうのでね、力があるがゆえのミスとか、それも知能にかかってくると思うんだけど、そういう人は本当、施術者やってるのどうなんだろうと思うんだけど、そこでね、ちょっとやっぱり、結局はコントロールの差になっちゃうんだよね。はい。だ指の先端で、うちらのユアンドと施術することってほぼあんまなくて、こうなるべくこう腹でやる、これで揉み返しとかが来ないように、ピンポイントでずれちゃう場合があるわけですよ、点押しすると。なのでずれたら本当にの意味で効果出なくなっちゃうから、そういう意味では
手のサイズも大きい方が有利だし、で、骨をボキボキ鳴らしたりするのははっきり言って力は基本いらないです。はい。あれはもうタイミングを測る。だから俺がよく動画で解説したけど、脱力をどうさせるかっていう。で、その脱力をどう見抜くかって、これが腕の差ですってよく言ってるんだけど、脱力をさせられて、そのタイミングがビチッと見抜ければ、まあ別にそうですね、平均的な中学生ぐらいでも全然余裕で鳴らすのは簡単にできることなんですよ。なので、そっちは全然力いらないです。はい。U&O だと骨盤矯正を受けるといきなり5センチぐらい骨盤が縮んじゃうと。これどうしても体重とパワーが必要な施術がそういうの含まれてるので。だから、うちでの働く上では女性だと圧倒的に不利なので、もうそもそも雇う上ではもう男性のみを募集するんだけどで女性でも通用するでしょ、で挑戦していきたいと思う人もいるかもしれないんだけど、それこそさ、まあ、吉田沙織さんとかさ、柔道とか全日本クラスの大型の選手とかだったら多分全然余裕なんだと思うんだけど、俺より力強いかもしれないからさ、だと思うんだけど、こう大きくて太ってて重さがある場合だと、美容系の整体院だとさ、これは本当にうちに来てた患者さんがエステに行ってる時に、こういうまずそのデブから痩せさせてからこっちに言いたいこと言えよみたいなことを言った人がいたんだけど、まあっていう風に見られちゃうじゃん。女性が働いててその人が大きくて太ってたら、その人が痩せないところに行きたくないじゃん。で、男性にはそもそも美容整体って、あんまり女性ほど、女性に出る効果ほどは期待できないのに、そもそも。だから別にどうでもいいんだけど、女性が働いてたら、まあそういう風になっちゃうわけよ。なのでね、どっちが、を選ばないってこうあると思うんだけど、まあ、僕は圧倒的に男性が有利な仕事なんだなっていう風に思ってます。ただね、やっぱこう、じゃあうちらが U&O が日本で一番優れた結果を出す整体としてこの国内で最も認知されましたとしても、男性に触れられるのがどうしても苦手な女性っているんですよ、まあ、そういう人は本当しょうがない、うん、そういう人に無理やりね、ここに来なきゃバカですねとかそういうふうには思わないです、はい、でやっぱりこう、これはまあ聞いた話なんで自分は体験することないか分かんないけど、レディースクリニックとかだと男性の先生の方が丁寧に扱うっていう話を聞いたことあります。女性同士だったら慣れちゃってるからね。で、男性ってセクハラの危険性もあるじゃないですか、こういう施術者だとか、そういう恐れもあるし、だからさ、すごいこう難しいところなんですよ。セクハラのラインをそういう風に勘違いさせないようにものすごい気を使ってこう施術をするんだけど、そういう気を使わなくて女性だったら済むし、相手が女性だと受ける側もまあ別に胸のそば当たろうが、こう、鼠径部のそば当たろうが、そんなにこう気にしなかったりすると思うんでね。そういう意味でね、だ一長一短があるんですよね。はい。まあ、U&Oだったらっていう話で言うと、っていう感じになりますよね。はい。まあ本当ね、何かの痛みを緩和させたいとか、はい。その症状を改善させるとかだったら、もうはっきり言って力は全然必要ないんで、男子がやっても女子がやっても、相手のその必要をいかに見抜いて、結果に対する原因をいかに見抜けるかだけが重要なとこなんで、それさえ抑えられるんだったら性別は関係ないかなとは思いますよね。はい。ご理解していただけたでしょうか。いきなり始めてきてね、もういい質問なんです。というわけで、これ動画にするわって。これ動画が公開されたらね、あなたには来店ポイントです。はい。ありがとうございます。受け取ってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。